この記録はある一人の女性の生活を写した日記である。それ以上でもそれ以下でもない。この日、私は数少ない友に会いに都会のダンジョンにお邪魔した。早めに着いたからミニモで見つけた美容院に行って、わしゃわしゃのゴワゴワの髪の毛を生き返らす。死者蘇生。私は行きつけの美容院がないから毎回安い美容院を見つけては行っている。抵抗はない。ちなみに iPad で雑誌を見るよう勧められたが、ロックがかかっていて一向に見れなかった。そんなに見たいわけでもないけど、美容師さんとの会話をシャットダウンするためには必需品である。まあ会話も楽しかった。覚えてないけど、おまけでセットもしてもらった。触覚が生えた。レベルアップ。まさか自分がハチ公がいる東京に住むとは思わなかった。君は有名人だ。いや、有名犬か。大切な友とのランチ。この日11時半に待ち合わせをしていたが、私は12時半だと勘違いしていた。すまん。何食わぬ顔で髪の毛をトゥルントゥルンにしてきた私が恥ずかしい。穴があったら入りたいというのはこういう時に使うのか。優しい友は笑って許してくれたが、二度と間違えないことをここに誓う。全然大丈夫。適当で私の後で、グビグビ飲むもんじゃねえよ。ちょっと何はともあれ楽しい一日だった。終わり。